早起きついでに、俺が厨房の頃体験した怖い話を一つ。それは中学生の夏のことだった。その日は日曜で部活も休みで、家族は皆用事で出かけていた。俺は2階にある自分の部屋で過ごしていたが、いつの間にかうとうとしていた。しかし、暑さでどうにも寝つけない。布団の中で起きたり眠ったりを繰り返していると、ふと声が聞こえた気がした。誰もいないはずなのに、気のせいだろうと思いまたうとうとしだすが、今度は1階からはっきりと物音が聞こえた。誰か帰ってきたのかな、なんて考えていると、音がだんだん近寄ってくる。それが階段を上る足音だと気がついた時には、俺はすっかり目が覚めていた。布団から身を起こし、音に耳を傾けるが、なんだか聞き覚えがない足音だ。俺の家族は両親と兄がいるだけだが、それは家族のものではない、もっと軽い足音だった。俺は得体の知れない足音に急に怖くなった。俺はとっさに押し入れに隠れ、息を殺しながら襖の隙間から部屋を覗いていた。すると、12、3歳ほどの着物姿の女の子が、俺の部屋に入ってきたではないか。俺はぎょっとした。体がこわばって動くことができなかった。その少女は、部屋の中をせかせかと動き回っていた。俺を探している。なぜだかそんな気がして怖くてたまらなかった。息を殺して様子を伺っていると、少女は急にかがんで部屋にある本棚の下の10センチほどの隙間を覗き出した。しばらくじーっと覗いていた少女だったが、今度はその隙間に手を伸ばし、ごそごそと隙間の奥を漁り始めた。俺は少女から目を離すことができず、食い入るように彼女を見つめていた。ふと、少女の動きが止まった。何かを手に持っているように見えるが、それが何なのかわからない。すると少女は急に立ち上がり、おもむろに部屋を飛び出してバタバタと大きな音を立てながら階段を駆け下りていった。俺は少女の急な行動に、叫び声を上げそうになった。両手で口を押さえたが、心臓の鼓動でバレるのではないかと思った。足音が聞こえなくなったのを見計らって、そーっと押し入れから出た俺は、問題の隙間を恐る恐る覗き込んだ。やはり何かある。が、それが何かは暗くてわからない。俺は勇気を振り絞って手を隙間に伸ばした。カサッと何かが指の先に触れた。触った瞬間くじけそうになったが、恐怖をこらえてゆっくりそれをつまんで取り出した。出てきたのは、異臭を放つ真っ白な塊。俺はそれを見た途端ハッとした。見覚えがある。そう、それは俺のオナティッシュだったのだ。俺は中学生になって性欲にまみれていた。取り憑かれたと言っても過言ではなかった。だが親にオナニーをしていることがバレるのが怖かった俺は、使用済みティッシュをトイレに捨てて処理していた。だが、少女が現れたその夏の日、睡魔に襲われた俺は、1階のトイレに降りるのがめんどくさかった。かといってゴミ箱に捨てると部屋に匂いが染みつく。どうしたものかと考えているときに、例の隙間が目に入った。この隙間に入れておけば匂いが部屋に拡散せず、かつ後で処理するときゴミ箱を漁るような真似もしなくていい。そう考えて俺はオナティッシュを隙間の奥に詰め込んで安心して眠りに落ちたのだった。そのことを思い出すと一気に恐怖がなくなった。思わぬもので霊を撃退した。謎の達成感に包まれていた。だが、真の地獄はここからだった。ティッシュの処理のため1階に降りると、そこには今まで見たことがないくらい暗い顔をした母が立っていた。いつの間に帰っていたのか、
あの幽霊と出会わなかったのかなどと考えていると、母はボソボソと俺に話を始めた。そこで俺が耳にしたのは、辛く悲しい現実だった。母は今日おばの家に遊びに行っていたこと、するとしばらく会っていなかった女のいとこが俺と夏祭りに行きたいと言い出したこと、いとこが俺と夏祭りに行くために浴衣に着替えて家にやってきたこと、その子が俺のオナティッシュを見つけて触れてしまったこと、エロ本を見つけるつもりで思わぬババを引いたらしい。いとこはしばらく泣いていたが、おばに連れられて帰っていったそうだ。聞き終わる頃には俺は完全に血の気が引いていた。きっと顔は真っ青だったろう。母は涙目だった。なんでこんなことになってしまったのか。オナニーをした後のような虚脱感、喪失感に襲われた俺は、その日以来隙間というものがトラウマになった。